どうもこんにちは。自転車に荷物を載せる、やり方をですね、いろいろ調べてたんですけども、どうやらですね、3通りの方法があるようです。まず最初にですね、荷台をつけて荷台に荷物を載せるという方法。ただ見ての通りですね、この自転車には荷台がありません。荷台がないので、後ろの荷台を取り付けるか、前にカゴをつけるか、カゴとか荷台とかですよね、それを取り付けるかっていう方法がまず一つで、もう一つの方法が背負ってしまうということ。リュックサックを用意して、背負うんですけども、自転車に乗ってるとですね、長時間、荷物を背負ってるっていうのが結構辛いです。ちょっとね、現実的じゃないのかなと思いました。やっぱり面倒くさいし、体力の消耗も激しいだろうなということで、これはやめました。で、あと3つ目です。3つ目が、自転車にバッグを取り付けて積載するという方法です。調べてるとですね、これが一番スタンダードなのかなという感じがしたんですけども、取り付けられる場所としてはですね、まずフロントにフロントバッグを取り付けると。で、次にですね、フレーム、今ここにバッグがついてますけども、こんな感じでフレームにバッグを取り付けたりとか、あとこの上の方にもですね、取り付けることができます。で、それとですね、このサドルにですね、サドルバッグを取り付けて、ここにも荷物を積載することができます。で、あとですね、こちらのフロントフォークに荷物を取り付けるっていう方法もありまして、あるものを購入しました。それがこちらなんですが、トピークのバーサケージ、これをですね、2つ購入しました。今回購入したものはですね、このフロントフォークに荷物を取り付けるためのものになります。で、今回こちらを購入するにあたってですね、いろいろ調べたんですけども、よくわからないっていうのが現実でした。恐る恐る買ってみたという感じなんですが、ちょっと開けてみますね。内容としてはですね、この本体が1つと、あとクランプが3つ、そしてベルト、こちらのベルトが2つというセット内容になっています。この辺もね、本当商品ページ見ただけだと全然分かんなかったので、同じようにですね、これを調べてる人がいればなと思いまして、今回これを動画にしています。使い方としてはですね、このクランプがありますけども、クランプのね、ここに六角があります。これを4ミリで外して、これが外れるとこうなるんですけども、この状態だとこの出し入れができるようになるのかな。ちょっと仮止めしていってみましょう。今度はですね、ベルトを通していきます。説明書通りに行くとこんな感じですね。さあ、これで寝袋をちょっとね、セッティングしてみます。下じゃない方が良かった。こっちの方がいいな。この辺穴がたくさん開いてるのはあれでしょうね、もっといろんなバリエーションでくくりつけられるようにってことだと思うんですけど、これですね、タイヤがあってフロントフォークがあるんですけど、先ほどの留め具をつけたので、このフロントフォークからね、ちょっと浮いた状態になってます。なので、このフロントのタイヤ付近に接触するってことはないんじゃないかなと思います。ただこの取り付けた金具のここの部分は後でハサミで切ってあげる必要があります。それではですね、ここにテントを乗っけてみたいと思います。乗るかな。
はい、上から見た図がこんな感じになります。タイヤとね、結構隙間が空いてるのがお分かりになるでしょうか。これだけ空いてればね、全く問題ないんじゃないかなと思います。こちらも余裕があります。次はですね、乗せられそうなもの、乗せられそうなものということで、こちらがですね、モザンビークの折りたたみの椅子です。そちらをね、乗せてみました。これも全く問題ないですね。こんな感じで余裕があります。で、乗せてみたもののですね、大きさなんですが、ちょっと測ってみますね。こんな感じ。だいたいですね、この外周50センチぐらいまでであれば余裕で乗るはずです。ちなみにモザンビークの椅子はこちらもだいたい50センチぐらいです。まあ、50センチでもね、まだ余裕はあるんですが、まあだいたいこれぐらいに収めた方がいいのかなという感じがします。ちなみに長さで言えば、40センチぐらいかな、40センチ弱ぐらい、長さが40センチぐらいで、外周ですね、この周りが50センチ、それぐらいがですね、積載するにはちょうどいいサイズなのかなと思います。ちなみにですね、付属しているベルトの長さ、これに関してはだいたい70センチぐらいです。なのでやっぱりですね、ベルトの長さを考えても外周50センチぐらいが、ちょうどいいサイズでしょうね。ということで今回はフロントフォークなどに取り付けができるトピークのバーサゲージをご紹介してみました。荷物をね、どうやって運搬するかっていうのに結構悩みましたけど、これでですね、割と大物のテントだったり椅子なんかも運びやすくなったのかなと思います。この製品の動画がですね、 YouTube 上にあんまり詳しく説明されているものがなかったので、何かしらの参考になれば幸いです。それでは